ぶりの香港ディズニー。クルックで事前に買ったから、この多分 QR コードを見せるだけで行けるはず。まず荷物チェックがあります。ここで何も入ってないんだよね、これ。 No 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 Thank you。あ、なんかバッジもらえる。 Thank you。 わー、かわいい。バッジゲット。何にする、タツーさん。なんかダッフィーケアの、あ、これあれちゃう。え、かわいい、リップ。高いかな、これ1個にしてもいいかな。高いかな、わからん。いくらやろう。いくらですか。え、いくら。10万。え、10万。10万。え、1万。500ドルだよ。500は、あ、1万だ。1万。お、10万なわけない。200倍してた。これあれやん、選ぶやつや。あ、もう全然見える。全然見えんかった。これ選べるらしい、カツーシャ。自分の好きなやつに。かわいい、でもめっちゃ選んで。1個70で、70香港で、これが100とかだから、いっぱいつけたら、それぐらい1万ぐらいするってことか。5個つけたら高っ。でもかわいいな。あ、だからあれとかがあれなんちゃう、高いやつや。あんだけつけたら1万ぐらいします。かわいいけどさ、なんか超激しい、激しい。超激しい、これ。じゃあ一回つけてみて。画面うるさい。え、さっき可愛いな。可愛い。可愛い。これ2個とかも可愛い。え、見て、白雪姫バージョンとかある。かわいい。めっちゃある。めっちゃでかない？え、可愛い。うちこれ持ってる、家に。え、可愛い。トイストーリーのやつ。自分で作れそう、これ。ありがとうございます。ハロウィン限定。え、かわいい。やっぱこれかわいい。かわいいな。イエーイ。ちょっとバテバテ気味です。え、こんなんやったよ。えー、すごい。楽しそう。こんなん、え、去年乗ってない。あ、どうか、5年前乗ってないよね。できてないんじゃない。ね、はや、楽しみです。行ってきます。10分待ち。スモールランドにやってきました。ここは5年前あの前でめっちゃ写真撮ったから覚えてる、ね。今から乗りまーす。ちっちゃくなっちゃった。なっちゃった。ぴょーん。スモールワンドにちっちゃい子が来たよ。ぴょーん。今こっちに。かわいい。間違いない。では行ってきまーす。これの可愛さがなんか映ろう。ここめっちゃ覚えとる。ここは多分さ、あの香港とかにしかないからさ、なおさらね、印象深い。 You must be the new toys。 Welcome。 Hi, I'm Sheriff Woody。 かわいい、全部かわいい。ねえ、次はトイストーリー乗ります。一番好きです。
グ3日目最終日ジャスモーメンプリーズジャスミンティー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 であとはカスタードがこれだからこれ1個とバーベキューと貝柱にする貝柱貝柱、うん、でこれで洗うらしいつけんのかな洗って楽しいんだけどえそれのどういう感じかわいい見てるこっち Thank you 美味しそう小田ちゃんもそっち向かせるいいかわいいやばいやつに行きますこっちのカスタードはちょっと粉っぽさあったけどこっちの豚ちゃんは角煮で美味しい、うんこの辺はもともと警察署と刑務所だったところを改装してこんなおしゃれになったらしいえなんかこの上のテラスとかもめっちゃ可愛い無料で開放されている刑務所の跡地なんか今にも出てきそうすごいねちょっとなんか怖いこうやって矯正してってんだうん、映像が流れてる捕まった人たちがこうやって仕事してますよっていうで、ふくりなんかすごい多分この人が悪いことしたんだけどなんかすごく悲しくなるストーリーになってるこれが、ね、こっち結構なんか悲しいよ飲み物をテイクアウトしますここテイクアウトできます36ドル700円ちょっと特攻そうだね特攻さあ次に向かおう今からシャンプー香港発祥のシャンプーを買いに行きたいと思いますこんな感じ見て向こうもめっちゃおしゃれあ家じゃなくって普通に建物なんだこれおしゃれかわいいあほんまやねえお目当てのベースショップは403って書いてたから4階だねきっとシャンプーがこの 250ml で3000円ぐらいこっちの大きいのだと5000円ぐらいだなすごいあ、トラベルサイズ？あ、yeah. めっちゃいいじゃんこれいいじゃんこのサイズ、yeah. 何？何？花ちゃんにさ、これ良くないいいよ、花What is this? ボディソあ、ボディソ Yes, yes, yes いいやん、これ、花 The small one 198This one, we feel 30. Oh, いいじゃん My friend name. My friend name. My friend name. Present. 旅行のシャンプー、コンディショナー、フェイスとボディウォッシュ買いました。と、もう一個はプレゼント用。すごい、最近は携帯でやるんだ。もしかしたらなんか匂いが違うだってマンダリンこんな匂いだったっけっていうなんかちょっと違う気がするから JW もちょっと匂ってみよう JW 香港旅行楽しかったイエーイ最終日も結局雨も降らずにいい感じ声も出さんのあそうだね別に 声出せばよかったてな感じで日本に帰りたいと思いまーすバイバーイ